VIP は人では HSPA5 遺伝子によってコードされるタンパク質である。GRP-78HSPA5 ビューン1としても知られる。VIP は小胞体の内空に位置する HSP70 ファミリーの分子シャペロンである。小胞体に移行してきた新生タンパク質に結合し、それらをその後のフォールティングやオリゴマー化が可能な状態に維持する。 また、VIP は、小胞体の移行装置の必須の構成要素でもあり、異常タンパク質のプロテアソーム分解へ向けた、小胞体への逆構性輸送に役割を果たす。VIP は、すべての生育条件で豊富に見られる、タンパク質であるが、ホールディングしていないポリペプチドが小胞体に蓄積する条件下では、合成が顕著に誘導される。VIP は、ヌクレオチド結合ドメインと、 気質結合ドドメメイインンといいう2つの機能的ドメインを含んでいる。NBD は ATP を結合して、下水分解し、SBD はポリペプチドを結合する。NBD は2つの大きな球状サブドメインから構成され、さらにそのそれぞれが2つの小さなサブドメインへと分割される。サブドメイン間には溝があり、そこへぬくれ落ちド、1つの MG2 イオン、2つの K。 イオンが結合して4つのドメインすべてが連結される。SBD は SBDβ と SBDα という2つのサブドメインへと分割される。SBDβ は基質タンパク質またはペプチドの結合ポケットとして機能し、SBDα は結合ポケットを覆う α ヘリックスからなる蓋として機能する。ドメイン管理カーは NBD と SBD を連結し、 NBD-SBD 相互作用面の形成を促進する。VIP の活性はアロステリックな a t p アーゼサイクルによって調節されている。ATP が NBD に結合すると SBDα の蓋が開き、SBD は基質との親和性が低いコンフォメーションとなる。ATP の加水分解に伴って ADP が NBD に結合し、 蓋が結合した基質の上に閉じる。これによって基質は、帰り速度が低下した回い神話性での結合を行い、基質の焦燥なホールディングや凝集が防がれる。ADP が ATP への交換されると、SBDα のフが開いて基質が放出され、基質は自由にホールディングを行うようになる。ATP アーゼサイクルは、プロテインジスルフィドイソメラーゼやコシャペロンによって、 相乗的に加速される。細胞がグルコース飢餓にさらされると、グルコース調節タンパク質と呼ばれるいくつかのタンパク質の合成が顕著に上昇する。GRP78 は VIP とも呼ばれ、HSP70 ファミリーのメンバーであり、小胞体でのタンパク質のフォールディングや組み立てに関与する。VIP のレベルは、小胞体内の分泌タンパク質の量と強く相関している。 VIP による基質の解離と結合は、新生タンパク質のホールディングや組み立て、誤ってホールディングした、タンパク質の凝集の防止、分泌タンパク質の移行、小胞体ストレス応答の開始など、小胞体での多様な機能を促進する。VIP は、能動的に基質をホールディングする、または単に結合して基質がホールディングや凝集するのを防ぐ。ホールダーゼとして機能するには、 完全な ATP-RZ 活性と、ペプチド結合活性が必要である。ATP-RZ 活性に、血管のある温度感受性変異体と、ペプチド結合活性に、血管のある変異体は、どちらも、非許用温度下では、カルボキシペプチダーゼ Y を正しくホールディングすることが、できない。VIP は、小胞体の分子シャペロンとして機能し、小胞体内空や小胞体膜への、 ATP 依存的なポリペプチドの取り込みに必要である。ATP アーゼ活性変異体は多数のタンパク質の小胞体内空への移行の妨げとなることが判明している。VIP は小胞体関連分解にも役割を果たす。最もよく研究されているエラットの基質は常に誤ったフォールディングを行い、完全に小胞体栄光シグリコシル化就職を受けるクッピーである。 VIP はクッピーと接触する最初のシャペロンで、クッピーの分解に必要とされる。VIP の ATPR ジ活性変異によって、クッピーの分解速度が大きく低下することが示されている。VIP は UPR の標的であるとともに、UPR 経路に必須の調節因子でもある。小胞体ストレス下では、VIP は3つのシグナル伝達因子から乖離し、 効率的にそれぞれの UPR 経路を活性化する。VIP は UPR の標的電子の産物であり、UPR 転写因子が VIP の遺伝子 DNA のプロモーター領域の UPR エレメントに結合することでアップレギュレーションされる。VIP のアトペースサイクルは ADP の乖りの際に ATP の結合を促進するヌクレオチド交換因子と ATP の下水分解を促進する J タンパク質の双方のコシャペロンによって促進される。VIP は深核生物の間で高度に保存されており、それには哺乳類も含まれる。また、人では VIP はすべての組織で広く発現している。人の VIP には2つの高度に保存されたシステイン残機が存在する。これらのシステイン残機は、 酵母と哺乳類細胞の双方で翻訳語就職を受けることが示されている。酵母細胞では、N 末端側のメチオニンは酸化ストレスによって、セルフェニル化とグルタチオン化されることが示されている。どちらの就職も、VIP のタンパク質業種を防ぐ能力を向上させる。マウスの細胞では、保存されたシステインのペアは、グランプリ7の活性化に伴って、ジスルフィド結合を形成する。 ジスルフィド結合は、VIP の変性タンパク質への結合を向上させる。ストレスタンパク質や熱食タンパク質の多くと、同様、VIP は、細胞内部環境から細胞外空間へ放出された際に、強力な免疫学的活性を有している。特に、VIP は、免疫ネットワークへ抗炎症シグナルと、解除促進シグナルを送り、炎症の解消を助ける。 VIP の免疫活性における機構は完全には理解されていない。しかしながら、探求表面の受容体に結合して、抗炎症サイトカインの分泌を誘導し、T 細胞の活性化に関わる重要な分子をダウンレギュレーションするとともに、探求の樹状細胞への分化経路を調節することが示されている。b i p g r p 十八の強力な免疫調節活性は、 人の関節リウマチに似たマウス疾患であるコラーゲン誘導関節炎などの自己免疫疾患の動物モデルで示されている。VIP の予防的、治療的な非傾向デリバリーは炎症性関節炎の臨床的、組織学的兆候を緩和することが示されている。VIP のアップレギュレーションは小胞体ストレスによって誘導される心、機能不全や拡張型心筋症と関係している。 また VIP は、ホモシステイン誘導性の小胞体ストレスの緩和、血管内皮細胞のアポトーシスの防止、コレステロール、トリグリセリドの生合成を担う遺伝子の活性化の阻害、そして組織因子の凝結促進活性の抑制によって、アテローム性動脈硬化の発症を抑えると提唱されている。これらはすべてアテローム班の蓄積に寄与する過程である。 プロテアソーム阻害剤など一部の抗がん剤は、心不全の合併症と関係している。新生ラットの心筋細胞では、VIP の過剰発現は、プロテアソームの阻害によって誘導される、心筋細胞の細胞子を減少させる。VIP は、小胞体のシャペロンタンパク質であり、誤ってホールディングしたタンパク質を修正することで、小胞体ストレスによる、神経細胞の細胞子を防止する。 さらに、ビックスと名付けられた、ビップを誘導する化学物質は、脳拒血モデルマウスで脳梗塞を減少させる。逆に、ビップのシャペロン機能の向上は、アルツハイマー病と強く関係している。ビップのヘテロ接合性は、小胞体ストレス経路をアップレギュレーションし、高脂肪食による、肥満、二型糖尿病、水炎から保護すると提唱されている。また、ビップは、 脂肪組織における脂肪生成とグルコースの向上性に必要である。幻覚生物のビップのオルソログは最近の DNA 複製に必須なレケなどのタンパク質と相互作用することが判明している。したがって、これらの最近の HSP70 型シャペロンは抗生物質開発の有望な標的となる。特にビップを抑制する。 抗がん剤 OSU-0301 によって、リンキンレースセリアゴーンレアのスーパー体制菌種は、いくつかの標準的治療で用いられる、抗生物質に対し再感受精となる。一方、シガ毒素酸性性大腸菌の病原性株は、宿主の VIP を阻害するために、AB5 型トキシンを酸性し、宿主細胞の生存を弱体化させる。対照的にウイルスは、 細胞表面の VIP を介して細胞に感染し、ウイルスタンパク質へのシャペロン活性のために VIP の発言を促進し、小胞体ストレスによる細胞仕様等を抑制するなど、複製の大部分を宿主の VIP に依存している。ありがとうございます。